こんにちは YouTube の皆さん、高橋です。今日はちょっとイレギュラーなビデオで、皆さん、あと1ヶ月後に僕の初めての子供、娘が生まれます。で、今、特にすごく考えているのは、これからの10年、30年間の未来です。で、これからの一番重要なテーマ、特に一番重要なチャート、それとか重要な経済情報とか、日本の立場とか、今日はいろいろと皆さんお話をして、最後に娘のためのメッセージ、3つだけの言葉があるので、そこも最後に皆さん、 見てください僕は元皆さん、ウォール街のトレーダーです。ガイロンの方でプロフィール見てください。東京生まれ、アメリカ育ち、今、日本語この3年間だけ使い始めているので、まだちょっと日本語うまくないです。コーネル大学をちょっと早く卒業して、ウォール街もちょっと早く行って、ファンドも作って、ファンドを売却してから62カ国を旅しました。YouTuber、ポストパラエムとして今頑張って、テレビ東京の猛舘のレギュラーコメンテーターとか、5つの本も返して、納豆とドラゴンボールは実は昔からアメリカにいる時からもすごい好きです。 で、YouTube 始めた理由はコロナ大暴落。あ、これはすごいチャンスだと思い、YouTube 配信してすごい成功した。しかし2年前に気づいたのは、ほぼほとんど YouTube で大きく成長している人たちは、トップチャンネルは全部エンタメばかりです。なんだこれと思いました。しかも YouTube はショーツを導入して、TikTok とどんどん競争するために、どん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 我々投稿者に広告が来てメットショーツを作ってくださいという広告ばかりです。しかも YouTube の決算も僕もよく見たんだけど、これは 利益がどんどんと広告回りで下がっていて、特に金融とかビジネスで利益率が高いコンテンツ優先順序を明らかに下げてます。僕みたいな人たちにとっては不利。いろんな何十人なユーチューバーとこの数ヶ月も話したけど、みんな大体同じ状況です。金融ユーチューバーはで。これは困ったと思い、別のコミュニティを作る必要があると思い、そのためにこのポストプライムを作りました。はい、毎日ひゃひゃうるさく言ってますけど、まず情報配信としてここが必要です。コミュニティですね。で、無料。 無料な投稿がほとんどできる有料もあるなぜかというと皆さん有料投稿がないと一番 銘柄で稼いでる人たちは無料だけで情報配信をするわけないです。そんな都合の良い世界じゃないよ。もちろんそうです。何有料も無料も両方ある。僕も毎日投稿もしてますし、僕もここは YouTube で話してない一番好きな銘柄勝率が約2023年では80%程度です。なので僕のチャンネルもガロンの方で見に来てください。無料も毎日やってますし、有料投稿もやってますし、有料投稿は無料体験がガロンの方でできます。僕のポストプライムチャンネルはだいたい平日 よく毎日ライブも配信もしているのでいろんな有名人も入れてますしニューヨークオープンも実は今夜ライブするのでぜひ皆さん概要の方で見に来てくださいちなみにこの金融特化の AI キャラクターもアプリそれとも Web で両方ありますこの金融特化 AI キャラクターは無料で使えますし皆さんいろんなキャラクター何に当たるのかわからない成長するんですね卵からで成長すると段階的に話す内容も変わりますし毎日の目覚ましとして時間を設定をすればその設定された時間にあなたが知りたい金融 情報を話してくれますあと、投資タイミングですね。いろんな日本の証券会社の社長と僕は結構仲良くなりました。日本のこといろいろ習いました。で、ほぼほとんど日本人は実はいろんな社長と会談すると気づいたのは毎年損をしてます。そうですよ。日本人は投資の仕方が結構下手です。で、手数料も毎月結構払ってます。 いっぱい取引をやりすぎて、損切りをいっぱいしてる。ここは大間違い。投資タイミングを習う必要がある。僕は20年間、もう何十も何百もいろんな投資タイミングツールを作ろうとして、一番ベストなものを実は、ポストプライムでこの投票率チャートを作りました。This thing works。僕が嫌いでも、YouTube 嫌いでも、ダンがどういう予測を果てたの、僕を一切二度と聞かなくても、You should listen to this.Speak up, listen.This is important. 投票率は人間の心理。市場の心理。で、相場はいつも何百何千年ずっと歴史を見ると決まります。真理は実は価格の前によく動きます。例えばドル円でもこの投票率が緑にありますけど、ドル円がこの6ヶ月間で下がる前に投票率のこの緑がいつも最初にピークして下がってます。つまり投票率が高い時に売って低い時に買う。This works.You have to use it。で、これは誰でも無料でも使えます。 例えばダウジョーンズ、今見ていて、僕は今、下がると予測を今日しますね、下がる予測。そうすると、みんなの下がる予測をかけて、上がるという予測の投票率が下のチャートに出てきます。日足、週足と月足ですね。今、今日は11%だけがダウジョーンズが上がると思っている、低いですね。だけど、週足が30%で、月足がなんと57%、高いです。57%の人が今、ダウジョーンズが上がると30日間で投票をしています。これは高いと思ってますね、はい。 と今僕はダウジョーンズこれでは34,000万ぐらいまで行くと思うのでこういうような予測を1週間と1ヶ月にしますそうするとみんなの予測の中央値がこのチャート出てきて1週間の青が黄色の1ヶ月より今上になってるのでこれも売る はい、シグナルです。昔、ケッジファンドから使ってました。ここも売るシグナル。この投票率も高い売るシグナル。それと、マックリー、これも青とオレンジがクロスしてるので売るシグナル。僕は今日、今、ダウジョーンズを実は売りに行ってます。こういうタイミングができて、しかも皆さん、ベルマークを押すと何百名柄で、こういうようなタイミングツールで全部通知が来て、この AI キャラクターも話してくれる。こういう楽しくタイミングができるツールは日本は必要だと思い、これも作りました。ぜひ皆さん、 今こそこのツールはぜひ今はキャンペーンをしていて全部このツールはメンバーシップで無料体験ができます。あとちょっとで終わっちゃうので30日間も今こそ皆さん無料体験ができるので使ってください。メンバーシップを持っていると皆さん無料体験していても無料体験中でも3000コインはもらえます。3000円の価値。それと僕のチャンネル全て全部チャンネル有料投稿も28%割引。それと投資のタイミングツールがいろいろ使えるので概論の方で見てぜひ 皆さんこのツールはぜひ無料体験を使ってみてください。もうちょっと質問があれば僕のチャンネルも一番最初の固定投稿はこういうタイミングとか新規の AI キャラクターも説明しているので見に来てください。さてと次に話していきたいのは特にこれからの10年と30年です。 何が起きるのか。これからの10年、30年間では、僕としては今大きなテーマがいろいろとあると思います。まずはアメリカとアメリカ相場、アメリカ経済のことを話していきたいと思います。一番最初としては、これから10年間、30年間を見ると、僕はこのウォーレン・バフェットのチャートが非常に重要だと思います。これはバフェットチャートと呼ばれて、アメリカの株価の時価総額割るアメリカの GDP ですよね。実際の時価総額を経済と比べて、 どういうふういいいに推移しているかっていうチャートでありますこれを今見てると168.2%で歴史的にこの70年間では結構高い水準ですなので僕は今これを見ていて米国株は確かに投資はしたい続けたいけどこの10年間の先では今ちょっと高い段階なので今は実は米国株は優先するべきじゃないと思ってます。No! 今ほとんど日本人はコメントとか SNS とか世論調査いろんなところを見ると米国株の方ほをと ほとんど日本株より優先しているけど、今は違っています。I think 実は今は日本株の方が安いし、米国株は今はこの割合を見ていると歴史的に高いので、もし投資するとしたら、ポートフォリオの小さな割合の方がいいと思います。他に米国株で気づいたのはこのチャートですね。この赤の方がアメリカの一番大きな1000の大企業の配当利回りですね。今約4.8%。黒の方を見ると、これがアメリカの 社債の利回りです。これがもっと高い5.1%です。なのでこれは今社債の方が実は配当株の方より高いので、これは実際アメリカのこの earnings yield を見ると、こっちの方がネガティブになってます。これは実際に歴史的に見てみると、この earnings yield すいません、配当じゃなくて利益 yield ですね。これが実際ネガティブの時は、過去を見ると2008年の始まりとか2002年とかは、だいたい株価はそんな 上がりやすい状況じゃないんですね。なので、これもやっぱり気をつけなくちゃいけない。今は、これからどんどんとお金は、アメリカの相場では株ではなく、社債とか国債とか、そっちの方に僕は行くと思っています。なので、これも皆さんも毎回も言ってますけど、そっちの方に僕はこれから動くと思います。で、こういうような社債とか商品とか債券とかを、ほとんどの日本の証券会社では取引できないですけど、僕は昔からこういうところを IG 証券で取引をしてます。 ずっと8年間ぐらい使っていましたし、概ンの方でも皆さん今新、今新規口座開設すると3000コインももらえる、このコインもポストプライムでお金用に使えるので、概ンの方で使ってください。まあ、株価の方はこれから僕は優先は下がると思います。確かに S&P 500はこれからの、まあ、10年間でもしかして3倍、4倍、5倍上がるというような、こういう記事もいろいろ出てきて、いろんな立場じゃ投資してるけど、There's a lot of different warning signs. I think you need to be very careful。で、先週からも皆さん多分気づいたけど、 アメリカは無敵じゃないです。アメリカの特に格下げも先週ありましたね。AAA to AA+. つまり、アメリカの国債、2011年にもここ格下げされて、今年、先週にも格、ね、下げされて、格下げされている理由はアメリカのこの特に政府の借金レベルが GDP と比べて、今は第二次世界大戦、 以上より高くなってます。つまり今すっごく借金がアメリカででかいんです。歴史的にこの額だけではなく、実際経済の割合としても今ものすごく大きくなってます。でこれがなんでどんどん大きくなっていくかというと。 特にリーマンショックの後にいろいろと中央銀行がもっともっとお金を作り始めて政治家はこれを喜んで一回これをいっぱいお金を発行し始めると後で下げるのが非常に難しくなるんですそれ以外に問題なのは実際お金の実際速度がすごいアメリカの経済でこの青のラインを見ると下がっているのでつまり効率的にお金がちゃんと経済で動いていませんこれをどんどんと見るとアメリカをもともと70年代80年代90年代のスーパーパワーの経済が すごい効率な世界からはどんどん僕は下がっている状況だと思います実はこれってアメリカだけの問題ではなく実は皆さん各国でいろんなところでは今借金というこういう大きな問題があります借 バブルなんですねでこの借金バブルっていうのは、イツカールデッバブで、これは多分おそらくアメリカだけではなく、いろんな国がこれからの10年、30年では問題がなると思います。イタリアもどん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 と GDP の割合として上がってる。日本がめちゃくちゃ高い。アメリカも高い。ドイツも高い。カナダも高いレベルです。で、各国の特にここは借金を GDP の割合で見ると、日本が へっぺんトップですやばい、ベネズワルとかスランとか変な国よりずっと高いです。確かに日本の借金は国内で持っている。だからといって、だからといって問題じゃないっていうのを考えるのはすごくダメです。なぜかというと、借金は借金で返さなくちゃいけない。国内でも国外でも返さなくちゃいけない。なので僕の予測はこれからどんどんとお金を返すために日本の政府は税金をもっと上げると思います。これは日本の企業、日本の人たちに負担になり、どんどんと日本は 成長するるのがが難しくなる状況まで、これ、どんどんと、僕が特にこの、まあ、あの、クリスマスあたりに読んでた、すごく好きな本が、Ray Dario っていう、とっても有名なヘッジファンド、著名投資家がいるんですけど、Why Nations Succeed and Fail the Changing World Order っていうふうな、歴史的に何千年を見て、グローバルのスーパーパワーが誰なのか、これからどうなのかを予測している本なのですね。で、これをクリスマスの間に、まあ、僕の大好きな妹が買ってくれて、クリスマスの間僕はたった1日で、 全部読んでししままいましたすごい好きでした。本当に大好きです。レイ・ダーよの最初の Principles という本も好きでしたし、この他の本も好きです。いわゆる彼が言っているこのスーパーパワーがどういうふうに変わるかというと、特に1500年から見ると、もともと中国がスーパーパワーでてっぺんでありました。赤い線ですね。その次に来たのがスペインですね。スペインが特に強かったのは船を使ってた。船があって、世界の海をいろいろと旅をして、いろんなところでどん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 と植民地化を作っていた。すごいことですね。船があったことだけ 世界のてっぺんになれました次としてオランダ。特にオランダはすごく強いのは資本主義を作り始めた。実際株式を発行し始めた。すごいことを発明した。で、その次としてはもちろんこのイギリス、いろんなこの発明をしてきた。いろいろと通貨もすごくイギリスポンドも強くなった。それとドイツももちろん黄色ですごく経済が強くなった。2回ぐらい戦争に行きましたけど、とっても強い経済。で、その後に世界大戦が終わった後にはアメリカがてっぺんに行きます アメリカがてっぺんに行くと実はロシアも一緒に上がりその後には、まあ、核兵器を作ってなかったけど日本の方も経済が強くないこのグレーの方で上がりましただけど最近は中国がものすごい成長スピードしてます確かに数ヶ月データが良くないけど他のいろんなところを見ると今の中国の成長スピードはこれからアメリカを突破するアメリカの 上ににななるる世界ののワワーーールルド王道のマネあのグローバルパワーになると思います僕も別になってほしいわけではないし中国のいろいろと問題は把握してるけど現実的なちょっとところを見なくちゃいけないと思いますいろんな日本人は中国が嫌い昔から中国に対してちょっと批判とかちょっとネガティブプレジデスがあると思うけどこれはもう現実では、まあ、本当に、まあ、はっきり言うと大きな敵がすぐそこにいてこれから一番でかいパワーハウスになるので、ね、我々日本人は平和ボケをしないで本当に これは警戒するべきです。This is a big deal。すごいパワーがすぐ横にいて、核兵器もあって、我々日本のことはあまりよく考えていないです。こういうようなスーパーサイクルはいろんな世界であるって、これ何千年も歴史を見ると、大体のサイクルとしては、まずここはプロスペリティですね。すごい成長がここで始まります。その後にデッドバブル、どんどんと借金が膨らんでくる。これが今中国がいる段階です。その後に格差の貧富がどんどんとできますね。貧富の格差ですね。はい。金持ちの人 ちょっと,ょっとまあ貧乏の人がどんどんとこの格差が大きく出てくるでてっぺんからいくとデッド バブルが崩壊されて、どんどん下がるとき、これがアメリカにとってはリーマンショックでした。で、この大きなデッドバストが来て、どん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 ともっとお金をすごいペースで発行し始めた。これが USA ですね。で、その次に大体歴史に来るとは何かの革命が出てくる、時々戦争が出てきて、その相当には大体政治的にいろいろとリストラクチャーが来て、新しい塔とか新しいお金とか出てきて、で、最後にリセットになる。これが大体いろんな何千年連の歴史を大体起きてるんですね。でこう こういうリセットが起きると大体新しい世界の準備通貨が生まれます。で、今皆さんこれを見てると過去を見ると特にスペインがもともと 一番の準備通貨を1500年から6年から持ってましたし、その時にオランダ、その時にフランス、その時にイギリス、で今はアメリカです。次がもしかして今ここは中国になる。で、中国はこれを狙ってるんです。これがなるとしたら特に我々日本としては結構不利なところもあります。で、2100年、例えば僕の娘とかあなたの子供とかみんなのこれからの 未来を考えなくちゃいけないですね。我々がいる世界かもいない世界かも2100年の経済の見通しを見るとトップはインドと中国になってしまいます。そうですよ。インド、中国。すぐ我々の近所の国です。インドと日本はまあまあそんな悪い関係がないけど中国は昔から良くないので特にこれからの皆さんこういう紛争が出てくることはやっぱり重要かなと思います。であとは、まあ、2100年から見ると、まあ、一番大きな国を見ていると特に人口的にも見なくちゃ いけないで人口的にも今見てると2100年の方ではインドとかこれ見ると中国ナイジェリアそれとアメリカパキスタンその他でございます日本は1950年ではトップこれは6あトップ5に入ってたんですね50年のあたりではでどん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 下がってて物資の皆さんも知ってるけどちょっと寂しい状況で日本の人口は減少をしてますだけど人口よりもうちょっと僕が怖いのはここ核兵器のところですね核兵器を今2023年で見てるとロシア アメリカの核兵器の一応アーセナルの数を超えてます中国もものすごいスピードで確かに核兵器はそんな作ってないけど軍隊の数がものすごいんですとにかく人が多いので,でもちろんここに対してフランスとかイギリスもなんとか追いつこうとしてるんだけど人数が多い中国に追いつくのは難しいですここに日本がどこにもいない日本はやっぱりあのそうですね憲法的には軍隊を持ってはいけない一応自衛隊がいるんだけどあんまりパワーが持ってないすごいアメリカに依存してるこれは僕は本当に 良くないいと思いますしかも憲法の作り方はちょっと汚いと思いますし3分の2の国会の、まあ、みんなの一応、まあ、同意が必要ですしその後に国民の同意も必要ものすごく難しいところなので軍隊を日本で作るのがそもそも難しいルール一応制度になっているので日本が軍隊を持てない日本がいつもアメリカに依存もしなくちゃいけないという社会になっているこれも日本にとっては本当には良くないと思っています。 そこの上に日本として僕が抱えている、ちょっと心配している問題は、日本は中央値の年齢が世界で一番高い48.6歳です。そうです。一番高いです。はい。しかも平均の寿命が84.6年で、これもすごい結構高いので、なんと年齢がすごい高い人たちが多い、しかも結構長く,く生きていく。で、これが問題なのは、ここですね。Highest Age, Age Dependency Ratio。Aged Age いうのは特に高齢者 実際の労働者の割合ですこれが日本はもっと とも一番高いんですね。高齢者が特に100人かの100人以上の、えー、まあ100人ぐらいの労働者にとって48%ぐらい実際ここは高齢者になっているということです。It is really, really, really bad.There are 48 seniors for every 100 adults.100 人の一応成人アダルトに対しては48人の一応高齢者がいる。ここが問題で日本はこれからの平均のまあ引退とか平均のこういうなんか年金をもらえる年数これを全部 あげないといけないです。政治的に難しいけど、絶対やらないといけないところだと思います。あと日本としてすごく皆さん重要なのは、ここのチャートして、投資部門別の株式の保有の率ですね。これすごく大切なんですけど、日本の社会ではなく、これから日本の経済がどういうふうに上がっていくのか。やっぱり経済というのはお金で回りますね、皆さん。もちろん、そういうふうな単純な考えでも時々、はい、そうです。経済というのは大体、it's about the money。で、it's about the money というと、特に、 ここ、お金をどこから日本が一番取っているのかっていうのを測らなくちゃいけない。で、お金っていうのは大体日本に投資をしていることなんですね。で、日本に一番今投資をしている一番でかい部門は外国法人です。 そうですよ、30.2%です。もともと1980年代はすごい低かった。今は一番でかいです。で、逆に日本の国内の事業法人が今、低くなりました、20.4%。金融機関もものすごく日本で低くなりました。個人もすごい低くなったんですね。なんで、日本人は企業でも法人でも個人でも投資をどんどん下げていって、逆に外国法人の方がもっと日本の相場、日本の経済を今、動かしています。 で日本の経済を特に皆さん GDP で見ると1990年代の半ばからずっと皆さん横ばいでこれは日本だけです先進国で。これを 変えなくちゃいけない。でまず変えるとしては、資本主義をもっと日本で強くすることです。どんどんと株価が上がりやすい状況、インフレが上がりやすい状況、みんなの賃金が上がりやすい状況にして、税金を下げる。これがもうマスト。テキストブック的に誰でも知ってるはず。でこれをするためには、まず日本の借金をなんとか解除する。なんとかここをチャラにしないとリセットができないと思います。まあ、だけど日本で良いことが今起きてるのは、金融庁とか当初の方でだんだんと こういうコーポレートガバナンスを改革を促すような施策がどんどん出ています。なぜかというと、特に日本のいろんな企業半分ぐらい以上は pbr。 一以,以下なんですね。しかもこれは資本の割合として自家総額がもっと低い。なんでそもそも上場しているのかっていうすごい疑問があると思います。で、これは特にこういうような資本効率を促すためには、いろいろと東証と金融庁からプレッシャーが来てもっと効率させてください。利益率を高めてください。PBR を上げてください。で、PBR を上げなくちゃいけないもう一つの理由は特に日本の利益率がすごく低いからです。この右のチャートを見てください。日本のこの、まあ利益率 これは ROE、特に資本に対しての利益なんですけれど、日本は平均的に9.8%、欧州は15.8%で、アメリカの方は22.9%になってます。つまり、ここがすごく低いので、単純にここを上げれば、日本の株価は上がる、日本の経済が上がる、日本は強い国になる。 でこういうところを上げやすいような制度を作るのが日本にとっては僕はすごく重要だと思う。自社株価をもっと促す、配当をもっと動かす、株主還元をもっと促すような政策を応援するような制度、政治がもっと必要だと思っています。お金をもっと日本に呼びやすくする、日本にもっとお金を効率的に回すようなやり方です。僕も YouTube の概要欄の方にありますけど、皆さんも政治に対して特に意見があれば、もう直接首相の幹部の方にご意見を した方がいいですここのの方に入力して自分の意見をもう自分のの口から直接次のトップに言うべきだと僕は思ってます、はいまあ、ころいろと聞いていて、皆さん、うんまあ、これからね、あのまあ、長期投資、短期投資、どういうふうに何をするべきなのか、僕はいつもの通り皆さん、長期と短期で分けるべきだと思っています。長期投資は資産のき、まあ、7割から9割、ほとんどですね、短期は1割から3割、両方ともする必要があります。なぜかというと、皆さん、長期投資だけをやってても、時々マーケットは 10年20年年下がりますそうです。あるんですよ。日本を見てください。日本は1989年ぐらいの年末からほとんどまだ下がってます。アメリカも見てください。アメリカも2000年から2013年までは10年以上は下がっていました。こういう時は長期投資は非常に厳しいので、長期だけではなく短期投資、特にマーケットが下がる時に対しての施策、こういう口座、こういう戦略も同時に打つ必要性はいつもあると思います。 で、僕のルールとしては、長期投資はほとんど、これは分散投資を緑の方にまずする。例えば、ここの方に40から60%経済と一緒に上がるもの。株、社債、不動産。このディフェンスに対しては赤、国債とか現金。で、こちらの最後にコモリティと暗号資産20から40%投資するべきだと思います。コモリティと暗号資産は これは特に今歴史的に株と比べて結構割安なので暴力は結構これをまだ大きくと他の投資家と比べてしています株の中では僕はもちろん米国株も投資してるけど一番順序を下げていますで逆に新興国とか日本の方にこれからもっと10年間投資をしたいと思います新興国は PER とかバリュエーションが結構低いですで特に日本はこれからインフレがやっと戻ってきたので戻ると僕は思いますえそれ以外ににはは特にもちろん今は国際に すごく集中していて、利回りがすごく高いなが5%ぐらいの利回りをほぼリスクフリーでもらえるのは僕は株よりもっと優先するべきで、こちらの赤の部分も強調するべきだと思います。長期,長期投資はいつも皆さん、これはレバラージュは使うべきじゃないですよ。いろんな SNS の人たちがレバラージュ使いましょうとか言ってるけど、みんなその人たちを無視するべきです。レバラージュっていうのは短期投資で、特に短期投資で数年間短期投資の経験を持ったその後に、 5倍以下とかやるべきだと僕は思いますね。もし本当に5年以上の経験を持っていたら10倍以下です。20倍、30倍使ってる1年ぐらいの経験しかない人たちはもちろん大きな損になって二度と投資をしなく人生の大きな損になります。投資をしない人生は本当にもったいない人生ですね。貯金をずってしまって貯金は全然何もお金が上がらない。投資を学ぶ良いやり方。 正しいやり方を最初から学ぶ良い習慣を作るのが一番重要だと思います。なので短期と長期両方とも皆さん実行してください。それ以外には毎日金融のリタラシーを上げるのが必要。これもそんな時間を作る必要ないと思います。こういう楽しい AI キャラクターも作ったのもそのためです。 毎日朝起きて目覚ましとしてこのキャラクターが話をしてくれますこのキャラクターは皆さん目覚ましとしてここでアラームを設定してその時間になるとあなたが知りたい銘柄の最近情報とかこの投票率とか注目のイベントも AI が見つけて話してくれますしかもキャラクターは種類がいっぱいあって何に当たるのかわからないし成長して成長するともっと皆さん話す内容も変わるのでぜひ皆さんそちらもポストプライムで無料でこの AI キャラクターも楽しんでください でまあ、皆さん、一応もう一回言いますけど、この僕のチャンネルの方でも、一番好きな情報、一番好きな銘柄、YouTube で話してない短期と長期の銘柄、勝率が今80%程度の銘柄はここだけで話しているので、僕のチャンネルも無料投稿もありますし、有料もあるので、ガールの方で遊びに来てください。それともちろん、この投資タイミングツールというのは非常に大切ですし、毎日ここは通知が出てきて、いつ買うかいつ売るか教えてくれます。こういうふうなツールは通常、ウォール街だと数百万円ぐらいか,かる。 けど今はポストプライムでは全部このメンバーシップは30日間のキャンペーンがありますのでこれが終わる前にぜひ試して自分のリタラシーと勝率も上げてくださいもしちょっとわからなかったら僕のチャンネルの一番最初の投稿ポストプライムでは一応紹介動画がありますしこのクエスチョンマークをいつでも押せばヘルプページに行って全てのツールの勝率の使い方の上げ方も説明もあります最後に皆さんこれ僕のこれからの 娘に対してのメッセージです so, <coughs>。特にちょっと日本語と英語が混ざってしまうと思います。僕は日本語だと本気でコミュニケーションができないです。結構早口になっているんですけど、本当の本気と本当の一番分析力が高く、スピードが高いのは英語の方が高いです。で、for my message to my daughter, I would say three different things. 一番大きなアドバイス。一番大切な言葉は3つあると思います。日本人としてこれから生まれます。で、日本人として生まれて、特にすっごくこれから重要なのは3つの言葉です。まず、1つ目の言葉。be confident。confident というのは自信を持ってです。自信を持たないと、自分に対して自信を持たないと、自分の国、自分の周り、 何ででも自信を持てないですまずは最初は自分に自信を持たなくちゃいけない。I can do it。何回も失敗して、何回も失敗した後に立ち起きるのが重要です。誰でもすごい失敗がある。小さい失敗がある。みんな大きな失敗を避けようとしてるけど、失敗なしの人生なんかないです。And it hurts.I know it hurts.But you keep on 自信をを持ってて間違いいしてください続けて次の C 全部これは C で始まるあの娘に対してのメッセージ Be calm 落ち着いて人生をやりましょう僕の経験だと僕も含めていろんな人たちはやっぱりどうしてもすごい感情的になってしまう良い時悪い時 Be calm 自信を持って で、自信を持つのはいいけど、特に自信を持つときには、過剰、過小になるときがある。be calm 冷静的に判断をできるだけする。冷静的にすると、もうちょっと客観的に、ロジック的にいろいろ判断を。冷静のときには一番良い判断があると思う。僕の人生では、今まで一番でかい間違いは、一番冷静じゃなかったときに大きな判断をしたことだと思います。もちろんこれは、 あなたの人生でも起きてしまう。仕方がない。けれど、できるだけ冷静的なことをして、もちろん自分のエネルギーが溜まっていることはある。怒りがある。これも良いことですよ。怒りもある。もう納得しない。素晴らしいですよ。この怒りは。ハッピーな時もある。悲しい時も、これは全部良いです。ただし、あんまり外に出さない。他の人にこれは見せないで、自分の中でコントロールするのがすごく重要だと思います。Be calm is my second message. Finally, my third message to my daughter is this. Have courage. 最後のC 勇気です。Have the courage to think differently. 違う考え方と違うことをやる勇気を持ってください。本当に難しいです。どこの国でも難しい、アメリカでも難しい、日本でも特にすごい難しい。日本はやっぱり周りの人たちをすごく日本人は気になる社会です。You have to have a lot of courage。本当に勇気が必要です。手を出して間違ってる。手を挙げて、いや、ここは私は違うやり方をやる。 もしかして両親が考えていること、僕が考えていることが間違っていると判断を子供として言わなくちゃいけない。で、この勇気を持つというのが一番3番目で一番最後の C ですけど一番重要だと思います。これから日本が変わっていくためにはこういう勇気を持つ人間がもっと必要です。僕もこれからの残っている人生は全力で頑張ります。特に日本のためだけではなく あなたのためです娘 for you, I will try my hardest. Because you are Japanese. あなたが日本人のため、ここは僕としてしょうがないです。僕は一応アメリカに帰ることはできます。アメリカで育った。多分娘はアメリカでは育たないと思う。なので僕が今まで経験したことは多分全部経験できるかわからないです。できるだけ外に出します。多分外国にもどんどんと僕は、あのまあ、なんていうんだろう。娘を送りますね。えーまあ、体験とか、ね、あの大学とか。だけど、it's not the same。 なのでできるだけ教えようとするけど自分で勇気を持ってリスクを取って、まあ、人生は1回しか生きていかないので勇気を持って国を変える社会を変えるのは本当に難しいことなので諦めないで頑張って人生を生きてください。God, even I feel a little bit emotional 普通僕はこんなエモーションにならないけどどうしても自分の娘になると ちょっとだけ自分のなんかしゃっくりがしてきたような気がします It is very emotional. やっぱり自分の子供のことを話し始めると、ま,あ、まだ生まれてないけど、ね、何よりも世界で一番愛をしているので、あの本当に応援したいけど、もちろんいつも心配。なので、親としてできるだけ頑張るけれど、これからの10年、30年間では特に、まあ、 良いこともあるし、悪いこともあるので、特にこの悪いことに耐えられていくのかっていうのが親として一番の心配です。Try hard everybody 皆さんも最後まで聞いてくれてありがとうございます。これからも YouTube チャンネル登録、応援よろしくお願いします。僕も思い切ってこれからも頑張っていきたいけど、正直言うと YouTube の方向性は2年ぐらい前からちょっと間違っていると思っているので、だからこそポストプライムを作って YouTube に依存はしたくないと思いました。自分のプラットフォームが欲しいです。僕もリーマンショックを経験して一番強く気づいたのは、会社とかね、政府とか、自分の上司に依存する こういうようなちょっと奴隷みたいな僕は人生は嫌いです。副業ができる。特に SNS は副業ですね。自分の上司が好きじゃない、自分の会社が好きじゃない、自分の国に住みたくないと思ったら、SNS、投資を知っていれば、パソコン一つ、携帯一つでどこでもできます。お金もめちゃくちゃ稼ぐことができる。 こういうようなツールを持って自分も人生をもっと自由にして自分も強くしてで自由で人生がもうちょっとなんて言うんだろうオープンになると自分が本当にやりたいことに集中がいくと思いますそうすると一番良い効率的な楽しい人生 良い時間を過ごした人生になると思うので、日本人の皆さんもぜひこのビデオを聞いて、自分のこれからのゴールとかも、もしかしてまあ考え直すとか、それとも続けるとか、いろいろと皆さんあると思うけど、とにかく頑張って、時間というのはみんな、うん 同じ量を与えられたんですね、どの人間でも。なので、残った時間は頑張って生きていきましょう。Thank you so much, guys. I love you guys all. ちなみに皆さん、さよならというのはいろんな言語であるんですけど、特に言語によってさよならというのはいろんな言語だと同じことなんですね。Hello to goodbye は冒頭でも言いましたけど、特にハワインではアロハも Hello to goodbye 同じですね。 それと、イタリアンでも、チャオも、Hello to goodbye です。なので、皆さん、今日のタイトルは、さよならですけれど、これは、一つの、今の時代に対してのさよなら。次の時代に対しての、Hello。次の時代に対しては、前向きに見ていくっていうメッセージです。Thank you so much, guys. I love you guys all. いつも応援ありがとうございます。